中指定は、中華人民共和国の軍人、中国人民解放軍の上昇。1924年、候補軍管学校を卒業し、同年、中国共産党に入党した。陸海軍大元水府鉄工社大副隊長、隊長、国民革命軍第四軍独立団 A 長、団参謀長、団長代行、第73団団長を歴任。 北伐戦争と南昇騎議に参加し、騎議軍、第25支支長となる。土地革命戦争以後、公軍大学軍事教員、軍事委員会幹部団長三木大課長、隊長、中国皇農皇軍第15軍団参謀長、暮れ二方面軍参謀長を務める。調整に参加。日中戦争時、八祖寺軍第124。 参謀長兼中国人民公日軍政大学第7文庫校長を務める。国境内戦時、進水軍区副司令員県新水軍政幹部、学校副校長、河北軍区第1兵団副司令員県、副政治委員、新北野戦軍第18兵団、司令員県政治委員、大元前線指揮部副司令員。中華人民共和国建国後、川西軍区司令員。 金成都市市長、西南軍区副司令院、中国人民解放軍防空部隊司令院、中国人民解放軍訓練総幹部、副部長県外軍訓練部部長、総参謀部顧問。1955年、上昇の階級を授与される。第1回、第2回、第3回国防委員会委員、中国人民政治協商会議第3回。 第4回全国委員会常務委員、第1回、第4回全国人民代表大会代表、第5回全国人民代表大会常務委員会委員、中国共産党、第7次、第8次全国代表大会代表。ありがとうございます。